どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、ビジネスがうまくいかなくなった時の対処法ということ、改善法ということで、ナミさんの方から動画を送られてきましたけども、まあ、やっぱりね、私も共通する思いがあるんですけども、ビジネスがうまくいかなかったから相談というよりも、ビジネスをやる前に不安で相談ということがあるんですよね。で、私はですね、あえてビジネスをする前に、あ、こういうことを押さえとけば当初の不安は消えるよっていうことを3つお話ししちゃおうかなと思うんですよ。まあ、というのが、ビジネスっていうのは3つの要素でできてますんで、最初にこの3つが押さえておけば、まあ、自信を持って進められるのかなっていうことと、トラブルがいざ起きても対処が早いっていうことなんですよね。じゃあビジネスの3つの要素、そして大体トラブルとしたらこの3つなんだよってこと、それは何でしょうか。1つは集客ですね。ビジネスをする上で誰もお客さんがいなければビジネスのしようがないわけですから、やっぱり集客をすることになると思うんですよ。まあ、広告を出したり、実際に出店をしたり、なんか出店前に人に言うとかね、口コミっていうのがありますけども、最近でしたら SNS 使うっていう手もありますし、この YouTube を使ってね、3ヶ月後にこんなお店ができますとか、こんなサービスを展開しますみたいにお知らせすることができると思いますね。まあ、そうなってくると、やっぱり思うのがね、集客、そしてインターネットだったらアクセスを取りに行ってるかどうかってことが非常に大事になってくるんですよ。うん、で、もうちょっと一歩突っ込んで言えば、その集客や発信、アクセス取得に対して、使った方法がそのまま商品につながってるかってことがありますよね。まあ、例えば、野球の情報発信をバーッとするとして、最後にボールペンを売ろうと思ったら、ちょっとね、ミスマッチかもしれません。ただし、そのボールペンが野球ファンが欲しくなるような、バットの形をして、そこにポンと抜くとボールペンになってるやつだったら欲しがるかもしれないですよね。まあ、ですんで、発信っていうのは何らかの情報を広めていくわけですけども、その情報に関連した商品があれば売れやすいのかなってところですね。その他にも集客をしようと思っても、ほとんどの人に興味がないような発信をしてもね、なかなかアクセスが集まらないと思うんで、多くの方が興味を持ってるだろうなっていうふうなトレンドですとか、流行りとかね、それから有名人、芸能人みたいな認知されているものに引っ掛けて何らかの発信をするっていう手がいいんじゃないかなと思います。まあ、これができてれば集客に困ることはまあないかなっていうところですね。はい、次にね、どんな問題が起きるかというと、商品なんですよね。商品を作ることができますか、もしくはどっかから商品を借りることができますかっていうことになります。自分で商品を作ることができればこれは問題ないんですけども、商品を作る力がないうちは誰かの商品を紹介して、それが売れたら手数料をもらうっていうところになると思います。これがいわゆるアフィリエイトってやつですけどもね、紹介報酬、手数料収入ってやつですけども、そのためには自分のアクセスが高くなければ紹介していらんよって言われちゃいますよね。まあ、ですんで、やっぱり基本的には自分の商品を作った方がいいかなと。そして知らせるってこととね、集客と結びつけるとしたら、商品を作っていく過程をずっと発信していくってのもよろしいのかなと思います。そうですね、昔ね、まあアイドル養成番組の「あさやん」とかいうのがありましたけども、あれっていうのは将来こんなアイドルさんを作りたいんで、視聴者の皆さんメンバーになりませんかってことでまず呼びかけるんですよね。そうするとそこに参加した人とその家族っていうのは、まあ大体その番組見るようになるから、集客にまずね成功するんですよ。その過程でやっぱり落選する人も出てくるわけですけども、自分が落選したとしてもね、番組が気になって見る可能性があるんですよ。だからずっと回を追うに従って視聴率が落ちるってこともなく、安定してフィナーレってことになるのかなと思いますし、実際に商品たるアイドルさんができた時にもうすでに見込み客がいる状態ですから、すんなりスタートできるのかなというところもありますよね。はい、そして3つ目の要素は何でしょうか。そうなんですよね、セールスなんですよね。これ苦手な方結構多いんですけども、ビジネスをする上で結局最後はお金をくださいって言わないといけないんですよ。ですんで、きちんと集客をして商品作ったら価格を知らせることが必要になってきます。この価格を知らせるタイミングを間違うと割高に感じさせたりすると思いますんで、やっぱ前提が必要になってきますね。だからセールスのためのプロモーションっていうのは、見てる人、聞いてる人が最大限商品の価値を感じていただくように、早く値段教えてくれ、いくらでも買うぜみたいなね、まあ、そんな心理状態になるようにドラマを誘導していくってことになりますね。だいたいこの集客と商品と販売、この3つが整って準備ができていれば、
まあ、ビジネスであんまりつまずくことはないのかなと思いますので、ぜひねこの3つを整えるところから始めていただければと思います。それでは今回は以上です。